はい、こんにちは、パーカッションの高見です。今回はメディアインテグレーション様よりアースワークスの DK7 というマイクを一式お借りしましたので、この DK7 の紹介とこれを使ってパーカッションをいろいろ撮ってみたいと思います。はい、これ全くね案件とかではないんですけれども、僕が個人的にねこのアースワークスのマイクにすごく興味があって、あ、これ使ってみたいな、これでパーカッション撮ったらどんな音するんだろうみたいなことですね、ツイッターでつぶやいたら、なんとメーカー様がねそれ見て貸してくださいました。ありがとうございます。はい、なのでせっかくなのでね、これを使っていろいろ取り比べてみたいと思います。はい、でまずこのアースワークスのマイク、アースワークスについて知らないという方もねいらっしゃるかなと思いますので、簡単に紹介説明をしたいと思います。このアースワークスっていうのはアメリカのメーカー、マイクのメーカーでございまして、この DK7 っていうのはねドラムを取るための一式マイクセットなんですね。こういうマイク見たことないですかね。 YouTube とかでね結構見かける機会があるのではないかなと思うんですけれども、で特にこのアースワークスのドラム用のマイクっていうのは海外のドラマーさんにめちゃくちゃ人気が高くてですね、使ってる人がすごく多いと。で僕もそれ見てね気になってた口なんですけれども、で YouTube とか調べると結構ねこれでドラムを取った音の比較の動画とか上がってたりするんですけども、やっぱパーカッションはねないと当然ドラム用のマイクなんでね、パーカッションの動画は少ないということで、まあ僕が実際にやってみたいと思いますというところです。はい、でよく見るこれがですね DM20 というマイクなんですけれども、ホルダーになっておりまして、まあ普通だったらタムとかスネアとかのねリムに引っ掛けるような形なんですけれども、まあご覧の通りコンガのリムなんかにつけることができますので、いわゆる革物にも使えるのではないかというね僕の見立てです。はい、まあ、外見こんな感じになっておりまして、この、まあ、首の部分がねフレキシブルに動くといったマイクでございます。はい、続いてこちら SR20LS というマイクが1本入っています。これね見た目がやばいっすよね。これ知らない人が見たらマイクだと思わないでしょ絶対。これなんか光線銃かな、未来の化学兵器か何かかなっていう感じなんですけれども、これはね本来バスドラを撮るためのマイクらしいですね。なので低域がよく拾えるマイクということで、これ例えばねジャンベの下とかカホンのサウンドホール狙ったりするのに使えるんじゃないかなと思います。はい、最後はこちら SR25 というマイクが2本セットで入っています。これはいわゆるトップですね、ドラムでいうシンバルとかハイハットとか、まあ、全体を拾うために、まあ、こんな感じで2本使ってステレオで撮ったりする用のマイクです。で2本ステレオで並べるこのアタッチメントは本来ついておりませんので、このこっから上ですね、こっから上の2本が DK7 には内包されています。はい、では早速音を聞いていただきたいところなんですけども、まず最初にね僕が感じたデメリットからお話したいと思います。はい、いきなりデメリットかよっていうね、パーカッションで使う際ですね、パーカッションで使う際に注意すべきことっていうのがあるので、これをね気をつけた方がいいですね。はい、それがこの DM20 ですね。これすごいコンパクトで、このホルダーがね、つけやすいっていうのは大変素晴らしいところなんですけれども、意外とねこのアタッチメント部分、いやホルダー部分のね柔軟性がないので、結構ねセッティングが限られちゃうっていうところがデメリットです。はい、まあ、こんな感じになっているんですけれども、これをね、まあ、コンガとかジャンベとかつけたいなって思うじゃないですか。これ僕が使っているコンガのセッティングだと、まあ、たまたまね運よくつけられていい感じにセットできたわけなんですけれども、これね通常の本革のコンガですと、このリムに対して革の返しがありますよね。わかりますか。まあ、ヘッドによってはプラヘッドでもこういう風にあると思うんですけども、これボンゴですけど、ちなみに、まあ、こういうね革の返しがあるじゃないですか。でこのリムとヘッドの隙間が結構埋まってると思うんですね。はい、でこういう風に埋まっているものに対してはさっきのホルダーアタッチメント、これ使えません。はい、いい感じにねセッティングできませんでしたので、まあ、返しのないヘッドを使うとか、まあ、このフープのね、いやここの隙間ですね、この溝がちゃんとスペースがないとこのホルダーをねつけることができませんので、外してしまってこのマイクをね結局マイクスタンドを使って立てるというふうになります。はい、でしかもねこのマイクの細さも微妙に細いんですよ。はい、まあこれシュアーのマイクホルダーなんですけども、まあ、これだと
ホールドできないっていう感じなんで、これ地味にね困るっていうか扱いづらいので、ここだけ十分注意していただくといいかなと思います。このホルダーがねうまく使えるのかどうか。はい、というわけで、もし購入仕様を考えているという方いましたらですね、この DM20 の取り扱いだけ気をつけていただくといいかなと思いました。はい、ではですね、お待たせしました。ここからはパーカッションいろいろ取ったものを聞いていただきたいと思います。この DM20 だったり SR25 だったりのですね、まあ楽器に合わせてこれ使ったら良さそうなんじゃないかっていうのをね試してみましたので、順番に聞いてみてください。Thank you.
はい、という感じでした。いかがでしたでしょうか。ぜひ音の感想、印象なんかをですね、コメント欄に書いていただけますとすごい参考になりますので、よろしくお願いします。で、僕の感想としてはですね、すごい今風、今時な音だなっていう印象ですね。で、やっぱり完全なアコースティックっていうか生音再現するのはちょっと合わないかなっていう気はしましたね。さすがにアーカーゲンの C414 みたいなマイクの方が、ナチュラルな感じっていうのは出せるかなっていう気はしましたけども、実際のバンドの中にミックスする場合とか、まあ、ライブで使う分には十分使い勝手がいいマイクなのではないかなと思いました。はい。で、この DM20 ですね、今回にすごい相性いいと思うんですが、思ったよりね、アタック感が出なかったなっていうのが一応僕の印象としてあります。 EQ を全くいじってないね、ノン EQ だからっていうのもあるんですけれども、はい。なので、まあ、今回そんなね、そこまで細かく、取り比べできなかったんですけども、もしやる場合は思いっきりグーッと超オンマイクで近づけてアタックをトリーのこの SR25 をトップで立てて、この2つを使って、まあ、いい具合にねバランスをミックスして撮ると、いい音が出来上がるんじゃないかなという予感がしました。はい。なので、これからね使ってみようかな、買ってみようかなという方は参考にしていただければと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションに関する情報を大変マニアックに発信しております。またメンバーシップの制度を使ってサポーター様も大募集しておりますので、気になる方ぜひ概要欄をチェックお願いします。また毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、合わせて参加していただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。